東京ヴェルディから移籍してきました馬場誠也です。はい、ではコンサドーレに入団した経緯とか決め手となった理由みたいなのはありますか？そうですね、ヴェルディ時代いろんな J1 の試合を見てて、ミシャさんのサッカーすごい面白いなと思ってた中 で自分も攻撃的なスタイルが特徴なので、すごい いいなと思いながら見てたところ、オフにオファーの話をいただいたので、僕はもう即決で決めさせていただきました。はい、まだちょっとチームに合流してというか、まだイベントの前であまりかもしれないんですけど、コンサドーレ自体の印象みたいなものってありますか？チーム自体ですね。チーム自体の。そうですね、まあ人づてでもそうですし、実際今日自分が来てみてもそうですけど、やっぱチームの雰囲気はめちゃくちゃいいなと感じてますし、本当に一つのグループになっているというか、早く自分も溶け込みたいなと思ってます。おそらくキャンプの期間がすごく長いので、はい、すぐ溶け込めると思います。よかったです、はい、自分のプレー面の武器教えてください。武器は攻撃参加のところで、ディフェンスラインのディフェンスの選手ですけど、積極的に攻撃参加していくのが自分の特徴ですし、武器だと思って、まあ、そこが本当にサポートとマッチしてるなと思ってるんで、早くサポーターの皆さんにサッカーしてる姿を見せたいです。はい、今年の目標を教えてください。今年はもう個人的にはやっぱ試合に出続けるというところで、まあ、あとは本当にサポートにタイトルをもたらすっていうところを強く意識してやっていきたいと思います。はい、ではちょっとプライベートなところいきますが、あだ名とかサポーターに呼んでもらいたい呼び名は？呼び名、ま、ババちゃんですかね。ババちゃんか、そんなババちゃん顔じゃないですけど、まあババちゃんがいいですかね。ババちゃんにしますか。ババちゃんですね。ちなみに他に例えば小さい頃にこんな風に呼ばれてたよとかいうあだ名ってありますか？ないです。でもとりあえずこんな顔でまだ21なんで、なんかそこら辺いじってもらえればいいかなと思ってます。本当に今年札幌のために、そして札幌のタイトルのために、もう自分が出せるものすべて出してチームに貢献したいと思ってるんで、熱い応援よろしくお願いします。馬場誠也でした。順天堂大学から、加入しました小森慎吾です。よろしくお願いします。はい、今回コンサドーレに入団した経緯とか決め手となった理由みたいなのを少し教えてもらえますか？まずはスカウトの鈴木智樹さんが大学2年の終わり頃からずっと声をかけてくださって、まあ、そこから札幌の試合を追うようになったんですけど、それですごく魅力的なサッカーをしていると感じましたし、まあ、実際練習参加してっていうのもあって決めました。その鈴木智樹スカウトが声をかけてくれたっていうのが、結構その練習を見に来たりみたいな感じですか？最初はそうですね、僕すぐ怪我しちゃって3年に入って、大学3年入ってすぐ怪我しちゃったんで、キャンプに行けないってなったんですけど、智樹さんが、大学の練習場まで顔を出してくれたり、復帰してからは試合を、見に来てくださったりして、まあ、すごく、熱意を感じましたので、本当にありがたかったです。はい、ありがとうございます。コンサドーレというチームの印象みたいなものを教えてください。そうですね、本当、ミシャをはじめスタッフ選手含め、全員がなんか一体となってすごい雰囲気のいいチームだなというふうに感じてます。はい、ミシャ監督とは今日は結構喋りましたか？いや、そんなに喋ってないですね。挨拶を少し交わした程度です。その時の印象とか教えてもらえますか？いや、本当に柔らかい人で、すごい人当たりのいいというか、すごく接しやすい感じの、人です。はい、すぐにハグされました。ああ、そうですね。はい、では札幌でやりたいポジションとかってありますか？まあ、僕はずっとワントップかワンツートップやってきたんですけど、本当にその一番頂点コンソールで 3-4-2-1 のワントップ をやりたいというふうに思ってます。はい、自分自身の武器、ちょっとかぶっちゃうかもしれないんですけど、プレー面の武器を教えてください。ポストプレーだとか体を使ったプレーは得意ですので、前線で起点となって、そこからまたゴール前へ、抜け出してというので、まあ、
ポストプレーとゴールへ向かったプレーっていうのを見ていただければなというふうに思ってます。はい、では今年のサッカーの目標を教えてください。個人としては2桁得点っていうのは目指してますし、オリンピック代表の選考に入るっていうことも目指しているので、そこを2つの目標としています。はい、あだ名とかサポーターに呼んでもらいたい呼び名、まあ、慎吾ってずっと言われてきたので慎吾でお願いしたいかなというふうに思ってます。小さい時とかもずっと慎吾で来てますか？そうですね、慎吾ですね。あとはまあ親とかには慎くんとか言われてたんですけど、まあ、ちょっとそれは違うかなと思うので、まあ、慎吾で大丈夫です。はい、コンサドーレで仲のいい選手とかっていますか？まあ、同学年の東野とか、まあ、あとセババ、瞬間にババセイヤと川代表で一緒にやりましたし、あとはまあ体感、年齢が近いというので真ん中よくしてますね。そうか、東野と面識があったんですね。いや、まあ面識はなかったですけど、練習来て、まあ、同い年っていうのは知ってましたし、まあ、そこでいろいろ話す機会もあったんでっていうので、今シーズンから変わってチームの一員となりました。本当にチームの勝利に貢献できるように日々頑張りますので、応援よろしくお願いします。大森慎吾でした。今年北海道コンサドーレ札幌に入団した背番号18番浅野優也です。少しでも早くチームに貢献できるよう、頑張っていきたいと思います。皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずあの札幌に、加入の決めて、もし浅野選手の中でこうちょっと札幌に決めた理由などがあれば、はい、よろしくお願いいたします。そうです、まずオファーをいただいてから、まあ、何試合か、札幌の試合を見て、あ、ここでボールもらえるんやなとか、なんか自分のプレーに、まあ、合ったサッカーだなと思ったので、まあ、それが一番大きかったかなと思います。はい、その他あのサポーターから、はい、あの呼んでもらいたいあだ名だったり、まあ、ニックネームなど、まあ、毎年言われるんですけどね、それ、まあ、お兄ちゃんがジャガーなんで、まあ、毎年言われるんですけど、特に僕はないんでまあ言うやではい、はい、ではサポーターにあの見てもらいたい自分のプレー、あのストロングポイントだったりとか、はい、あの今年俺のここを見ろっていうようなプレーがあればお願いします。まあ、まずはやっぱり自分のスピードっていうのは、まあ、武器にしているので、スピードっていう部分と、まあ、ドリブルっていうところは、まあ、誰よりもこだわっているので、そこを見てほしいなと思います。はい、それでは最後あのサポーターの、皆さんに一言よろしくお願いします。まあ、今シーズン、加入してきたバックですけど、まあ、1試合でも多く出て、少しでも多く貢献できるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ヴィッセル神戸から加入しました小石です。よろしくお願いします。はい、コンサドーレの入団の経緯とか決め手となった理由とかはありますか？まあ、まあクラブの、まあ、皆さんという、まあ、GM 含め社長、あとは監督の、まあ、熱意というか、あのタイトルを取りたいっていう、まあ、その言葉で、まあ、俺も、まあ、個人としても、まあ、タイトル取ったことがないので、あの札幌でタイトル取りたいなと思ってきました。コンサドーレ自体の印象とか、今まで対戦した時の印象とかはどんな印象ですか？まあ、ちょっと日本を離れる時間がすごい長かったので、そのコンサドーレがどういうサッカーとかどういうチームみたいなのは分からないんですけど、まあ、ミシャを筆頭に、その、まあ、なんていうんですかね、日本には珍しいこの戦術がしっかりあるっていうか、あ、こういうサッカーだよっていう確立されたものがあるなっていうのは、あの感じるんで、まあ、自分が入ってもなんか面白いサッカーができるんじゃないかなというイメージがあります。はい、ミシャ監督とはちなみにもうお話はされた感じですか？さっきちょっとだけ挨拶しましたけど、どんな話ですか？めちゃくちゃなんかアットホームなっていうか、あの人を引きつける何かが、まあ、サッカー以外の部分で人間としてなんか、あ、すごい、好きだなっていうのは感じました。はい、で、札幌で例えばやりたいポジションとかありますかっていうのがサポーターの方から質問が多いですか？はい、まあ、これは監督が決めることなんで、自分がこうどうこういうのはあんま良くないのかもしれないんですけど、自分は攻撃の選手だと思ってるんで、
まあ、札幌でいうと通車道のとこか、まあ、もしくはワントップでもいいし、あの前の方でプレーしたいなっていう反面、まあ、ボランチの後ろのエリアからこう前の選手を生かすプレーもできるんで、まあ、どこでもいいって言っちゃ変ですけど、まあ、攻撃的なミッドフィールダーとしてプレーしたいなというのがあります。はい、ちょっと加入したばかりであれかと思うんですけれども、今年の目標というかありますか？まあ、さっきも言ったけど、タイトルを取るっていうのがチームとしての目標だと思うので、あのそこはみんなと一緒に、成し遂げたいなっていうのと、まあ、個人としてもいくつか目標はあります。言うべきですかね言うべきですかねもし教えていただければ、まあ、サッカー選手である以上はその日本代表っていう舞台を常に目指し続けるべきだと思うので、もう一度日本代表に、名を連ねられるような、プレーをしたいなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、あとはサポーターの皆さんからですね、あだ名とかどうや なんて呼べばいいですかって質問が多いんですが、去年はもう同姓同名がいたんで、その小林勇気がもう一人いたじゃないですか。だからみんなその呼び方とかいろいろ悩んだっていうか、まあ、迷ったと思うんですけど、今年はいます？勇気。小林もいないし、勇気もいないし。いないです。したら別にもう、あの好きに呼んでもらえれば、勇気でも小林でも。まあ、神戸では小林って言われてたみたいなんですけど、あの何でも大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。ちなみに札幌で、すでにもうなんか仲のいい選手とか、知ってる選手とかって？いやー、あんまりいなくて、でもアンダー世代で一緒に、吉明とか、駒井吉明とかは、あの何度かやったことあって面識はあるので、まあ会えば普通に話すし、新次さんも一度どっかでご飯食べた時に行って挨拶させてもらったみたいな、まあそんなちょろっとした面識ですけど、あとは何回か試合でも対戦してるし、まあ個人的に知らなくても、まあ選手としてみんな知ってるんで、打ち解けたりするのは簡単かなと。さっきあっちからね、うちのミランと喋りながら歩いてきたかなと思うんですけど、ミランとは喋りました？はい、話しましたいや、もうだから札幌歴で言うと自分よりも彼の方が長いので、まあ、彼とかは外国から日本に来て、客観的に見た札幌っていうのはやっぱ知ってると思うんで、どうってどういうところが好きとか、なんか困ったことあるみたいな、その話をちょっとしました。加入したからには何度も言いますけど、タイトルを取りたい、まあ、できれば J リーグで上位の方に行って、まあ、ACL とか、まあ、さらに上のステージも目指せるチームだと思うので、うん、僕も、そのチームの一員として精一杯頑張りたいと思います。小林由紀でした。